カズマ、その場所高貴なこのアクア様に譲りなさいよ。はあ、お前ステータスが最初見た時から一切伸びてない気がするんだが。ここは必殺のテレポートを出すしかありませんね。おいメグミン、ずるいぞ。つまりこいつはどれだけレベルを上げてももう知力は上がらないわけだ。おやすみ。ちょっとカズマ、もう何なのよ。お前らこんなところで何やってんの。サキバスたちがこっそり経営してるいい夢を見させてくれる店の話を知ってるか。きっと俺一人ではこういった店には入れなかっただろう。あんたはようこそ地獄の入り口へ。職業旗織り職人。え、冒険者じゃなかったのかよ。お客様はこちらのお店は初めてですか。やましいことなんて何一つないが。そう、やましいことなど何もない。誰もが常に賢者タイムでいられれば争いなんて起こらない。つまり有名なあの子や身近なあの子、二次元嫁まで可能ってことですか。はい、帰ったぞ。超上物の霜降り赤ガニにすんごい高級賞状までついて、まさか霜降り赤ガニにお目にかかれるとは。あかん。ごくり。はっ、サキバスのお姉さんが言ってたじゃないか。飲みすぎて熟睡したら夢が見られないって。落ち着け、俺は我慢ができる男だ。これはいけるな、確かにうまい。惑わされるな。惑わされるんじゃない。そうだ、みんなと一緒に飲んで夢のことなんて忘れちまえばいい。そう、最初から何も悩む必要なんてなかったんだ。それじゃあちょっと早いけど俺はもう寝るとするよ。やばい、ドキドキしてきた。ああ、どうしようどうしよう。って、おいおいおい。いや待て、俺はさっき眠気を感じて目を閉じていた。今夜は本当によう。このクセモノ、出会え出会え、みんなこの屋敷にクセモノよ。おいアクア。あれサキバスの子が。きっとカズマを狙ってやってきたのね。というかさっき風呂場で出くわしたダクネスは今とびきり強力な対悪魔用の。逃げろ。ですが、お客さんに恥をかかせるわけにはいきません。私は退治されますから。カズマ、袋叩きにされたくなかったら、そこをどきなさいよ。己叫ばすめ、あんな恥ずかしめをぶっ殺してやる。いけ。ですが。エース、絶対に守るべきものがある。かかってこいや。サキバスには逃げられましたね。あんな状況で雰囲気に流されるお前にだって問題があると思うんだが。本当に昨日の夜のことは覚えていないんだな。残念ながら覚えてないよ。まあしょうがない、事故みたいなものだ。私も忘れるとしようか。しかしあの時のお前はなんだか強引でちょっと怖かったが。というかお前は本気で世間知らずのお嬢様でもあるまいし、ランタンに火だって灯しておいたし、入浴中の札もかけてたし。あれは本当にサキュバスに操られての行動だったのか。